やはりここを渡ったか、ジャスクよ。この海の果てには一体何が。戦いの修羅しか生まぬ国がある。男子の生存率は 1%。 15歳までに100回の死闘を繰り返し、生き延びた者しか生を許さぬ恐るべき国。戦士の国は鎖国が起きて、決して侵入者を許さぬ。やつはリンを踊りにして俺とケンシロウを地獄へ誘っているのだ。だがいかなる地獄があろうとも、俺はこの海を渡る。このファルコ、生まれて初めて己の意志で戦うことができるのだ。待っています。あなたがお帰りになるのをいつまでも。カモが来たぜ。どうだ、獲物は取れたか。当たり前よ。で、お前らのおかげで俺の船は使い物にならない。この海を越えた陸まで運んでもらおうか。おい若造、ここは俺様の席だ。この海を渡りたいとか抜かしよった。だがそれだけはできない。まだ死にたかねえんでな。赤シャチ様でも歯が立たねえ。心配はいらねえよ。船はわし一人でも動かせる。しかし最近は変な野郎が多いぜ。2日ほど前にも一人海を渡った男がいる。ファルコか。あんたは一体何のためにこの海を渡ろうとしてるんだ。失ってはならぬもののため。はい、だがこれだけは覚えておくんだ。あんたが渡る地は地獄だ。大地は流血に染まる。そしてそこに生きる修羅どもは兄弟非常。去られた修羅の花嫁として。おうがい、追って死ぬのだファルコ。僕とゲンと共にこの地で果てるのだ。
意は。様はこの俺はゲント公権のファルコ、ただの侵入者とは違う。どけ。この国ではゲント公権など知らぬ、通じぬ。あんたか。どうも夕日を見るとあいつらのことが思い出されてな。あいつら、かつて俺は100名の兵を率いてあの国に攻め入った。だが結果は無残なものだった。俺たちはたった一人の敵の前に敗れ去った。しかも100人の部下を失い、この目と腕と足をもがれながらも、俺が見た光景はさらに凄絶だった。なんとそいつはまだ15にも満たないガキだったんだ。俺はこの時悟った。修羅の国と言われる意味と、その底知れぬ恐怖を。そして俺は当時15になる我が子を置き去りにしてしまった。もう生きてはいまい。俺にはもはや100人の魂と共に海をさまようことしかできぬ。お前の息子の名は？そのつもりでここまで運んだのだろう。万が一の期待を込めて。あったら伝えよう、お前のこと。待とう、万が一の期待を持って。だがあの男でもあの国はびくとも揺らぐまい。リンという女が渡ったはずだ。どこにいる？聞いたところでどうにもなるまい。お前も直に死ぬ。不覚であった、ファルコ。これは俺の剣の跡。この体のまま海を渡ったのか。貴様も死に急ぐか。ならば見よ、我が死の舞を。貴様の舞を。俺にまだ7度許されておらぬ。俺はただの修羅の一人。
様、再びこの俺と戦う気か。北斗神拳には一瞬の生を呼び覚ます切覚光があると聞く。このままでも俺はじきに死ぬ。死すならば誇りと共に。生は一瞬、その後死しか残らぬぞ。承知。松氏よ、あえて誇り高き死を選ぶか。さすが幻都高賢伝承者、お前の魂しかと受け取った。すまん剣士郎、来い修羅よ。お前たちの行動は不可解だが、なかなか面白いことをする。いいだ、メイドの土産に俺の非道剣を見せてやる。ハンラー御田省けとら。修羅人道、アマスナゲモ。強い名を許された修羅たちが待っていよう。剣士、どうや最後の時が来た。この夕日が沈む頃、幻都高賢は俺と共についえる。無念だ。目が霞む。立派な伝承者となろう。ああ。これを鳩の筒に。頼んだぞ。我が魂を御代の元へ。
ファルコ。